さあ、この欅通りですが、妻夫木聡さん、深津絵里さんが出演された映画悪人のロケ地にもなったんです。ちょっとですね、目の前の信号を越えまして、左手に見えてまいります、ブックザキューブリックという本屋さんの前でも映画悪人のワンシーンが撮影されました。そしてこのブックスキューブリックの隣のですね、五穀というお店は五穀米を使ったトロトロふわふわのオムライスが美味しいと評判のお店です。ただ今日は五穀はですね、ちょっと定休日になってます。さあ、左手こちらブックスキューブリックです。そして隣のですね、シャッターが開きましたね。開いてた。そうですね、さっきの便まではですね、シャッター閉まっていたんですけども、この時間からちょっと開いていますね。夜は営業するみたいです。明太子オムライスがとっても有名だそうですよ。